こんないい曲が出れるのっていう、本当にもうまさかそんな映画の主題歌に私たちを使っていただけるとはちょっと思わなかったので、そのドラえもんのバックに私たちの歌が流れるんだって思うとすごいもう全身の鳥肌が立って、もう本当にえあのドラえもんのって思うぐらいもう本当に嬉しかったです。すっごく嬉しかったです。歌詞になんか僕はここにいるからとか、もうすごく歌詞の意味も本当に素敵だなって思って、本当に自分は自分でいいんだなってやっぱり思わせてくれるような曲だったので、サビが私本当にすっごい好きなんですけど、なんか本当に曲全体がちょっとドラえもんっぽいなっていうのが初めて聞いた時の印象です。一緒に1個台本もいただいたんですけど、なんか1回とりあえず歌詞だけ見て、あ普通にいい歌詞だなと思って、でもう1回台本ちゃんと読んでから読み直したら、すごいなんか確かにみたいな、すごい映画とマッチしてるっていうか、すごくなんか感動する歌詞でした。光輝く泉がある、その水も映るのは本当の自分。私のパートが結構その1番の最初から2番目なので、リマの雰囲気を崩さずにつなげるのがすごく難しくて、ボーカルの先生とかにこう入る時に棒読みになりがちっていうのをすごく言われてたので、そこを意識してこう入る時にちゃんとこう数え頭の中で数えて出入るように意識をしました。おぉ、チャラね。手の動き？うん。泉がある。どうですか？私は大丈夫。おぉ、オーディオーディ大丈夫ですか？本当に大丈夫。本当に大丈夫？あ、オッケーオッケー。結構大丈夫ですよ。一回、ちょっと苦戦した部分があって、すごい一箇所すごい低いところがあって、一回高い音やっちゃうと低い声が次出なくなっちゃって、で、ちょっとすごく苦戦したので、すごくこう、ちょっと緊張して、本当に今なんか全身の力がこうふって抜けるくらいすごく緊張しました。まやかちゃんはどう？本当ですか？半分。なあ、どこ？全部？ね、オッケーオッケー。大きな大きな夢が詰まっているの。まやかちゃん終わりました。ね、お疲れ様に。緊張してます。ワンちゃんさんが私あの練習生の時に一緒に練習をしてた方で、すごく優しい方なので、ちょっと今日は期待に応えるように頑張ります。おー、まくちゃん、おー、わっそー、どうも、俺マニだ。私は結構あの練習生の時からルスリーラッチャさん先輩方をあの知ってるので、で本当になんかお兄ちゃん的な存在で、すごく優しくしてもらってるので、もうすごく優しくて面白いお兄ちゃんって感じです。うまくいかなくたって失敗ばっかりだって、僕はここにいるよ。うまくいかなくたよくし、さすが。僕はここにいるよ。ちょっとチュレ、マジマクチョリがちょっと何だろう。あ、ひか、チャレスタイジー。あうまくいかなくたって失敗ばっかりだって僕はここにいるよ。まずメロディーがもう本当に、あこれは泣けるなって思うぐらい、もうすごく最初の入りのメロディーから感動的で、今回の曲が本当にめちゃくちゃ高いんですよね。高いんですけど、もうその迫力があって、でそこでもう、あもしその映画のシーンのここでこの曲が流れたら絶対号泣するだろうなって、こう自分の中で想像しながら曲をずっと聴いてて、目に見えないけど確かに一人一人のパラダイス。
Paradise. 一人一人のパラダイス。あー、너무좋아。갈게요。ね。目に見えないけど、確かに一人一人のパラダイス。今回私のパートも少し結構高くって、ちょっと高い音も出せるように練習して、その感動的な映画になってるので、曲を聴いた時に聴いた皆さんが、もうすごく感動できるように感情を込めるのをちょっと意識して歌いました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。みんながここにメッセージ書いてくれました。バイバイ。やりたいと思います。信じ合えるよ、感じ合えるだから大丈夫、このまま行こう。パラダイス。めっちゃあれ？やっぱり今回はドラえもんっていう一つのアニメの主題歌ですし、私たちが今回の映画の内容をいただいたんですけど、内容に沿ったやっぱり気持ちを込めて歌わないといけないなっていうのはすごく思っていたので、アクセントをつける部分とか、こうここの部分はこういう感じでこういう気持ちで歌わないといけないなとか、そういうのを考えながら、こうなんか想像しながら歌いました。心のまま行こうパラダイス、心の大、うん、心のまま行こう。あ、どうもじゃない。あぶけよ。信じ合えるよ、感じ合えるだから大丈夫、心のまま行こうパラダイス。ここがグッてくるなと思ったんですけど、最後の一番右のだから大丈夫、あ、信じ合える、感じ合える、だから大丈夫、心のまま行こうパラダイス。だから大丈夫とか、そのままで大好きさとか、本当にすごいいい歌詞ばっかりなので、そのメロディーとかこうなんか感動できるような歌詞がたくさんあるし、歌いながらもすごく感情を込められて、すごくなんか歌詞読むだけでちょっとなんかうるっとくるくらい素敵な歌詞だなって思いました。だんだん盛り上がっていく感じとか、すごく私の好きな感じで、すごくいい楽曲をいただいたなって思いました。パラダイス、宝物はそこにあるよ、気がついたよ、あるよ、気がついたよ、 I love you so much、 大好きなんだ。あ、終わり。お疲れ様でした。終わりました。ありがとうございました。すごく緊張してて、でもすごくいい曲なので楽しく頑張って録音していきたいと思います。この映画を完璧に解説して、もうこんなにいい曲、いいメロディー、いい歌詞が出てきたのがすごくなんか感動で、みんなで聞いた時にも言葉が誰も、え、みんな、てんてんてんって素晴らしいみたいな、すごいってみんなで感動して、まだまだですね。おお、괜찮아괜찮아、마음편하게、世界中探しても君は君しかいないよ、僕はここにいるから、아니야잘하잖아요크라테스 You can do it. 高音パートを歌いすぎるとダメかなと思って、その今日本当に1時間前ぐらい前からしか練習 しなかったんですよ。朝はちょっと練習してできるだけ喉を休ませて、ないよなん、お、やっくん、お、ないよないよ、君は君しかいないよ、つなげよう、誰も
誰もがパラダイス雨が We are so close We are so close We are almost there One more time つなぎよ誰も誰もがパラダイス You can do it I know you can do it 歌うときにはもちろんお腹も使うとかもそういうのも今まで習ったことを意識したんですけどやっぱり今回はドラえもんの曲っていうことで感情がたっぷり溜まってないといけないじゃないですかなので一番最近今回の曲でどうやって高音にも気持ちを入れるか勉強してそれを一番練習したのかなと思いました幸せは今幸せはそれもう最高やんうん一番待つんで終わりました。お疲れ様でした。あの、めったにできない経験だと思うので、私も緊張したけど楽しかったです。自分もちょっと少しはレベルアップできたんじゃないかなと思いますし、もう一番は本当になんかこう今日のレコーディング本当に楽しかったなっていうふうに思います。聴いた時にそうやって元気が出る曲になったらいいなと。周りの人の短所じゃなく長所だけ見るのも大切だと思いますしお互い幸せに過ごすのが一番なのかなと思いますこうなんか自分を信じてこう進んでいっていただけたら嬉しいなっていう風にそんな、 なんか思いを込めて歌ったのでそういう気持ちが届くといいなって思いますでメンバーもすごく、まあ、たくさん練習して本当にもうみんなこんな震えながらもう頑張ってたと思うのでまず頑張ったメンバーにもそして作ってくださったスリーラチャー先輩の方の皆さんももう感謝の気持ちでいっぱいですしまたこれからもっと頑張っていきたいなと思います